ゼンハイザーってやっぱこう柔らかさがありつつも明瞭な音質なのがいいんですけども、もう少し輪郭をくっきりさせたいなという場合はセドナにするのもいいんじゃないかなと思いますね。先ほどのセドナと比べると結構柔らかめに作られています。でしかもこちらもですね、医療グレードのシリコンを採用しています。なので痒くなりにくいです。はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にデビューしている YouTuber のラルモです。今回はですね、例えば今こう気に入っているゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイルス2とか、あとはまあ袋に入っちゃってるんですけどヌアールの N6 Pro、 あとはもうそれからもうずっと気に入って使っておりますソニーの WF-1000XM3 とか、よく気に入って使っている完全ワイルスイヤホンで使用しているイヤーピースをご紹介したいと思います。イヤーピースっていうのはイヤホンの先についているゴムのやつですね。基本的には純正ですね。いわゆるそのイヤホンを購入した時に付属しているイヤーピースを使うのでいいと思います。なぜならそのイヤーピース込みで音質の設計を行っている場合もあるからですね。というかまあそれ込みでね、音質の設計を行っている場合がほとんどだと思います。でもイヤーピースが耳に合わなくて痒くなってしまったり痛くなってしまうと、せっかくイヤホンを買ったのに音楽を楽しめなくなっちゃうと困りますよね。それにあんまり詳しくない方は意外だなと思うかもしれませんが、イヤーピースを変えると音質が結構変わります。嘘でしょって風に思う方もいるかもしれませんが、やっぱりね、装着感が変わるということは密閉度も変わってくるので音質も当然変わってきます。ということもありまして、まあ、僕もねそれなりにまあそんな大したことないんですけども、いくつか所有しています。こんな感じでイヤーピースを保管しています。これはねダイソーで売っているこちらのセクションケースというやつですね。いろいろな入れ物を試したんですけど、これが一番いいなと思います。こういうまあ仕切りがあるケースってよくわかんないですけど、一番上はなぜか他の部分とつながっていて、間違えてこうバタッとこう落としちゃうと全部が混ざってしまうような構造になっている場合もあります。というかもうそういう構造になってるのがほとんどでしたね。なので間違ってこうバサッてやっちゃうともう全部混ざっちゃって大変なことになります。でもこれは一つ一つしっかりと区切ってあって、上の部分だけね繋がってるってこともないので、こう落としても振っても全然問題ないですし、一つ一つこのようにですね蓋がついてるので取りやすいですし管理もしやすいです。しかもここになんかこう取っ手もついてるんで、まあこうやって、まあ、壁にねフックでもつけてこうやって立てかけて保管することができます。なのでこれ結構気に入ってますね。まあちょっと話長くなっちゃったんですけども、僕も純正のイヤーピースをしばらく使った後にいろいろまあイヤーピースを変えたりして音楽を楽しんでいます。ではまずソニーからいきますと、ソニーはですねこちらのアズラのセドナイヤーフィットライトショートを使用しています。いろいろ試したんですけど、これが一番気に入っていてもうずっと使用しています。 WF-1000XM3 って結構イヤホンがね大きめで、一応ですねまあイヤホンの3点で支えるエルゴノミックトライホールドストラクチャーっていうのを採用しているとはいえ、感覚的にはですねイヤーピースで支えているような感覚ではあるんですよね。なのでしっかりとフィットできるイヤーピースの方が良くて、このねセドナイヤーフィットライトショートは結構軸もね硬くて、傘の部分も若干こう固めに作られていて、その分フィット感としてはねこうガシッとフィットしてくれるような印象ですね。でもこれは痛くなったことはなくて、実はもうこれよりも硬いセドナイヤーフィットショートというのもあります。こちらはセドナイヤーフィットライトショートですね。白い方がライトで黒い方がライトがついてない普通のショートになります。個人的にはですね、黒よりも白の方が傘の部分を柔らかくしてあるので、長時間つけても痛くなりにくいですし、白の方がね、個人的には好きだったりもします。音質はですね、こう軸の部分が硬い分、より輪郭がくっきりしていて、まあ、はっきりした音質になるというか、より明瞭になる印象ありますね。特にまあ WF-1000XM3 って、イヤーピースも柔らかいタイプが付属してくるので、セドナイヤーフィットライトショートにすると結構印象が変わります。特に低音がちょっと多めなイヤホンであるので、楽曲によってはですねちょっとこうボワッとする感じもあるかと思うんですが、セドナにするとまあ低音のね輪郭も少し分かりやすくなって、よりこう整った音になるっていうようなイメージが分かりやすいかなと思います。実は昨年末に動画を公開しました2019年の完全ワイヤレスイヤホンランキングっていう動画出したんですけども、あれがね60万再生ぐらいいってて大変ありがたいんですけど、あれもね実はこのセドナイヤーフィットライトショートで聞いたものを点数化してるんですね。今思うと純正のイヤーピースで評価すべきだったなと思うんですけども、もうあの時からねセドナイヤーフィットライトショートをずっと使ってるっていうことなんですよね。だからまあ純正とセドナだと結構印象違うので、ぜひねセドナイヤーフィットライトショート、ソニーの WF-1000XM3 を使ってる方はですねちょっと検討してもらえればいいかなと思います。特にですねこれは医療グレードのシリコンを使用してるので痒くなりにくいというのも特徴になっています。なので耳がねすぐ痒くなっちゃうっていう方にとってはですね、このセドナイヤーフィットライトショート選択肢としては非常にいいんじゃないかなと思います。はい。で続いてゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレスですね。これ最近発売されたんですけども、非常にこう
話題でよく売れていて、Amazon でもですね、ちょっと在庫が常にないような感じになっていて、やっぱさすがゼンハイザーだなという感じですね。これは何使ってたんだっけな、あれだ、これもセドナイヤフィットライトショート使ってるんだ。これ結構気に入ってますね僕ね。結局こういろいろ試すんですけども、セドナイヤフィットライトショートになることは結構多いですね。ゼンハイザーのモメンタムトゥルーウェルス2の純正のイヤーピースと比べてもやっぱりちょっとだけ固めにできていて、その分キレが出るというか、ゼンハイザーってやっぱこう柔らかさがありつつも明瞭な音質なのがいいんですけども、もう少し輪郭をくっきりさせたいなという場合はセドナにするのもいいんじゃないかなと思いますね。なので僕的には多分その低音が豊かなイヤホンに対してセドナを組み合わせて、少しこう低音をくっきりさせたいみたいな考えが多分あるんだと思います。そこまで気にしたことないんですけども、逆に言ってしまえばそのよりこう柔らかさを求めてる場合はセドナじゃない方がいいかもしれないですね。ゼンハイザーもね結構購入してる方が多いので、ぜひチェックしてもらいたいなと思いますね。でそれからこちらですね、アビオットの TE の D01D Mark II ですね。これも非常に人気なんですよね。最近ようやく Amazon でね購入できるようになったし、モバイルバッテリーのね代わりに常にですねこうカバンに入れて持ち歩いてる感じになります。なのでかなり使用頻度としては高いです。でこれはですね、こちらのスピンフィットの CP360 ですね。しかもこれ M サイズなんですけども、軸がブルーになっています。これちょっとあんまりねピンとこない方もいるかもしれないんですけども、通常市販されているスピンフィットの CP360 はサイズによってですね軸の色が違います。青は L で緑が M なんですけど、これ実はですね N6 Pro に付属してきた CP360 で、 M6 Pro に付属してくるのはなぜか M が青なんですよね。なのでこれを使用しています。やっぱりこうイヤホンのデザインもネイビーで、せっかくだからイヤーピースの軸も青で統一したいじゃないですか。だからこれを使ってます。ちょっとまあマニアックな話になっちゃいましたけども、このスピンフィットの CP360 は先ほどのセドナと比べると結構柔らかめに作られています。で、しかもこちらもですね、医療グレードのシリコンを採用しています。なので痒くなりにくいです。非常に柔らかいので負担も少ないので、例えばこう痒くなりやすい方とか、あと痛くなりやすいという方にとってはですね、このスピンフィットの CP360 非常におすすめです。で、なんでこの TE の D01D Mark II で使ってるかっていうと、まあ、このイヤホン自体結構こうフラットめな、ちょっと柔らかさを持たせつつも結構フラットなイヤホンになってます。なので、まあ、セドナを使ってよりこうくっきりめにするっていうのもありなんですけども、どちらかっていうとこれ僕はこのサブとして使ってることが多いんですね。完全ワイヤレスイヤホンを例えばこうメインで持ってって、ちょっとこう別のイヤホンを使いたいなと思った時に使う、本当にこう常にこう常備してるイヤホンみたいな感じになってるんですよね。なんでかっていうとこうモバイルバッテリーとして使えるから常にカバンの中に入れてるからなんですよね。なのでゆったり聞きたい時に使うようにしてるんですね。セドナにしちゃうとちょっとくっきりめになっちゃうんでね、よりこう柔らかさを持たせて、しかもこう痒くなりにくいし痛くなりにくいこのスピンフィットの CP360 を組み合わせることで、よりこうゆったりと聞きたいっていう感じにしてます。なのでこのスピンフィット CP360 は痒くなりにくくて痛くなりにくくてゆったりと聞きたいっていう方に結構おすすめなんじゃないかなと思います。個人的にはこのねアビオットの TE の D01D Mark II を使ってる方に特におすすめしたいですね。というかまあ痒いとかね痛くなりやすいっていう方には特にねチェックしてもらえればいいかなと思いますね。それからよく使う完全ワイヤレスイヤホンとしてもう一つあるのがこちらですね、マスター&ダイナミックの MW07+ です。4万円と、まあ、非常に高価な完全ワイヤレスイヤホンですが、その分ですね外観にもかなりこだわっていて、ステンレス製のケースに、まあ、ハンドメイド製のですねアセテートを使ったこうプレートがね使われています。この模様も一つ一つ違うのが特徴になっています。でこれがですねセドナ使ってるんですよね。これもセドナ使ってるんだな。でもこのゼンハイザーとソニーの WF-1000XM3 とは違って、セドナイヤーフィットショートの方を使ってます。ライトの方ではないです。ちょっとまあ傘の部分が硬い方を使用してるんですね。これはねまあ確かその MW07+ って音が結構特徴的で、低音の立ち上がりが結構早くて、低音ってこう量が増えると少しこう遅れて聞こえるような、ちょっとこうもたついた感じに聞こえちゃうんですけど、07+は低音の量がしっかりとあるのにもたつかずに、むしろこの低音のスピードが速いので、ロックとか EDM とかでも乗りよくグルーヴ感も感じやすいようになっています。なので柔らかめのライトで使用するよりも硬いですねセドナショートの方がよりこう低音のキレが増す感じがあったので、こちらの黒を使用しています。白い方のライトよりも黒い方がですね硬めである分、より変化は分かりやすいんじゃないかなと思いますね。よりこうくっきりするような感じがあります。ゼンハイザーとかねソニーとかも非常によく使うんですが、こちらの07プラスも非常によく使う完全ワイヤレス製品になってますね。であとこちらのですねリブラトーンのトラックエアプラススペシャルエディション、これはですね僕はスピンフィットを使用してます。結構そのセドナとスピンフィットの使用率高いんですよね。ただこれもう売ってないやつかもしれないな、結構前に買ったやつなんですよね。今で言うと
CP100 と同じような感じなのかもしれません。ビブラトーンはこうイヤホンの形状を見るとわかるんですけども、非常にこうステムが短いんですよね。なので完全ワイヤレスイヤホン向けのイヤーピースだと長さが足りない可能性があります。というか足りないんですよね。いろいろ試したんですけど足りないんですよ。 CP360 だとちょっとこうフィット感があまり良くないんですよね。おそらく有線イヤホン向けのイヤーピースを装着してもケースに収められるぐらいケースは非常にこう深くなってますね。純正のイヤーピースも結構高さがあるので、完全ワイヤレス向けのイヤーピースだと合わないので、まあ、このイヤーピースにしています。ノイキャン付きの完全ワイヤレスイヤホンってどれも低音多めなんですが、ビブラトーンは低音の量は比較的控えめ。量は結構多いんですけど、でもいろいろ比べてみると結構控えめな方に入ります。なので聞きやすいんですよね。長時間聞くときはリブラトーンをよく使うので、スピンフィットはこの軸が特徴的で、動かすとですねくるくる動くようになってるんですね。なので耳に負担がかかりにくいのでスピンフィットはよく使いますね。音質は純正のイヤーピースと比べてもそこまで大きく変わる感じっていうのはないんですけども、少しこう低音もくっきりした感じが出るので個人的には非常に気に入ってます。これリブラトーンのこのイヤーピースの情報っていうのは結構貴重なんじゃないかなと思いますね。完全ワイヤレスイヤホン向けだとちょっとこう微妙かもしれないです。それからですね、ヌアールの N6 Pro ですね。これちょっとこのヌアールさんからいただいたこのポーチなんですけども、ヌアールの N6 Pro はこちらのウレタンのですね低反発タイプを使用していまして、ヌアールのマジックイヤーフォームイヤーピースを使用しています。こちらを使用しています。正直あんまりこうウレタンのイヤーピース使うの好きじゃなくて、ほとんど持ってません。というか一つも持ってません。イヤホンに付属してきたのは持ってるけど、個別で買うっていうことはほとんどないですね。なんてかっていうと、その耳垢が湿った耳垢なんですよね。僕は乾いた耳垢と湿った耳垢の人いると思うんですけども、湿った耳垢の人ってウレタンのイヤーピース傷みやすいんですよ。すぐ傷んじゃうんですよね。なのであんまり使用してこなかったんですけども、このヌアールのウレタンのイヤーピースはね、やっぱり使っちゃうとちょっとこう手放せなくなっちゃうぐらいすごく音良くなります。純正のイヤーピースと比べてもかなり音いいですね。それはやっぱりこのヌアールの N6 Pro とかヌアールの N6 に合うようにやっぱり設計されてるので、当然まあ相性めちゃくちゃいいわけですよ。低反発といっても結構ね、高反発で潰してもすぐ膨らんできます。低反発のウレタンのイヤーピースって傷んでくると、逆にねこうすぐ膨らんでくるような感じになってしまうんですけども、これは最初から早めで、その分早くこう耳に馴染むのがいいなと思います。音質はですね、付属のイヤーピースと比べるとやっぱこう密度が上がった分、低音の量も少し増えた感じがするけど、音がですねこう全体的にこう近くなった感じもあって、ボーカルの表現もより認識しやすくなるし、キレもかなり増して、質感的にはより硬くなったような気がするんですけど、僕的にはこのイヤーピースを使うのが好きですし、 N6 Pro を使ってる方はぜひ検討してもらいたいですね。これは本当にねかなり音変わります。やっぱりこうシリコンのイヤーピースからウレタンに変えるとかなり変化ありますね。もし仮にこれが傷んじゃったとしても全然買うぐらい気に入ってますね。だからこれはねちょっと結構強くおすすめしたいですね。ヌアールの N6 と N6 Pro 使ってる方には特におすすめです。はい、ということですね。普段使ってる完全ワイヤレスイヤホンで使ってるイヤーピースのご紹介でした。結構マニアックな動画であると思うんですが、イヤピって大体こう1000円からね2000円くらいで購入できるので、一番簡単にできるイヤホンの楽しみ方の一つだと思うので、ぜひイヤーピース変えてもらえると嬉しいですね。特にですね、耳が痒くなりやすいとか、なんかイヤホンがポロッと落ちちゃうとかっていう方にとってはですね、イヤーピースを変えるというのは非常にこう有効な選択肢ですので、特にこう僕が今紹介したのってかなりいいイヤーピースなんで、ぜひ検討してもらえればなと思います。選び方なんですけど、普段 M サイズを使ってる方は M サイズのイヤピを買えばいいと思うんですが、メーカーによってね同じ M サイズでも大きさがちょっと違うんですよね。なので最初は S と M と L とかね、複数のサイズがワンパッケージになってるタイプを購入することをお勧めします。 SML っていう感じでこう別のサイズが一つのパッケージになってるのと、 M サイズで一つのパッケージっていうのがあるので、複数のサイズが入ったパッケージを選ぶと間違いないかなと思います。下にですねリンク貼っておくので、ぜひチェックしていただいて、わからないことがありましたら質問していただければなと思います。はい、ということですね、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね下にツイッターのリンク貼っておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラーマでした。